さあ続けて撮りたいと思います。明日朝早いんできついんですけど、今深夜なんでね、ちょっと明日早いんできついとは思うんですが、もうちょっとなんか先に進めたくなっちゃって、一回撮り始めたらキリがないですね。やっぱこういう RPG ものは、あん、バイバーイ。どうせイベントあるでしょ。よし、自動的に戦闘はキャンセル。あのアルスを制御してるのはもしかしたらファンのコアか、ファンの残ったコアを使って制御してんのかな。ファンが確かアルスとかブレイドの力を抑制させる力を持ってたっていう話を聞いたことあるが、え、インビディア、モナド、メツか、これが俺はそこまで望んじゃいないみたいな言ってたね、こいつ愚かだったって。お前さんには漁せんぜ。女祭数奇教を命ぜられたそうだな。何よりだ。何の用だ。お別れを言いに来てやったぜ。急にいなくなったらお前も困るだろう。別れ、私から離れてどうするというのだ。お前は私の、俺は一人でも全ての力が使える。お前が死んでも俺は存在し続けられるからな。天の聖杯やばいな。どうするというのだ。アーケディアも信者も誰もが抱きすべき愚民、人間はこの世界の無駄そのものだ。そのお前の願望を叶えてやろうと思ってな。私はそのようなことは。無駄なものは消えてしまえばいい。だからこそお前は至高の存在、神を求め世界中を登った。それなのに使える者がどこかにいるはずだ。その者に滅を。ああ、それでアデルに託したのか。え、怖い。ついに本性を表したって感じだな、マルベーニが。セントラルフロア、はい、相手にしないっていうね。怖いな。何が怖いってあいつの表情が。アーケディアの総兵、天の聖杯とそのドライバーだな。マルベーニ聖火より加盟を伝える。今すぐあの船を焼き落とせ。天の聖杯の力で。なんだって。どうした。それがお前の役目であったはず。俺の役目は世界中への道を開くことだ。できぬというのか。ならばその者の身柄引き渡してもらおう。なるほど、光の力で手っ取り早く焼き払おうという魂胆か。変わっとらんの。できないなんて言ってない。マルベーニンに伝えろ。シーンは俺たちが止めてみせる。だから押し問答をしている暇はない。従えぬというのならば力ずくで連行するまで。しんどそうだな。
ハイマダ使って一気に攻撃したいな。ナイスだ。あっ来た。あーあの巨大飛んでるやつの敵か。ホーリーサークル、ジャッジメントサークル、覚醒ホームラン早く使いたい。あーちょっともったいない使い方したから、もったいないケア戦の仕方してるんです。レベル4、何でもさ、だから正直使い勝手はそこまで良くないんだよ。スペシャルガード。よし、範囲技。倒した。よし。やっぱ覚醒ホームランは強い。一気に戦況を有利に持っていける。帰って伝えるんだな。シンは俺たちが。カグツチ。どうした？光。ヤッコ。な、何が？何者かが私の体を。この力、まさか。悪く思わないでくれ。マルベーニ。時間がないのでね。マルベーニ。あれは霞のコアクリスタル、ファンデンノルンの。そうか。それで半分に。どういうことだ、ニア。マルベーニはファンのコアクリスタルを奪ったんだ。やっぱりな。これはファンの力か。それだけではない。これは私本来の力でもある。光で、デバイスがダメ、やめて。光大丈夫か。セイレンが動き出した。デバイスか。まさか天の聖杯だ。ああ、光たちがやったことと勘違いしてんな。じゃあ誰が。マルベーニ。マルベーニ。いや、そうでもないか。やつはこの俺の天の聖杯のドライバー。その力を増幅すれば、ブレイドだけじゃねえ、あいつだって支配下に置ける。
司令じゃねえか。マルベーニ。マスターブレイドになる天の聖杯。そのドライバーはすなわちマスタードライバー。すべてのブレイドを刺激する力だ。全世界のブレイド。いいな。アルスすらも私の支配下にある。それでさっきの攻撃を。だったら、いずれ私たちも。心配するな。お前たち混じり者はそこまで支配は受けねえ。せいぜい力をそがれる程度だ。だからあれを作ったんじゃねえか。人工ブレイダーにはそういうの聞かないんだな。サタが作ったあれは奴の支配を受けねえ。それにこの船もね。まもなく境界層だ。シン、メツ、準備を。わかった。行くぞ、メツ。おう、サタ、義経、連携。あと頼んだぜ。ええ。わかってるよ。神様に会ったなら伝えてくれ。産んでくれてありがとう。の船が止まったもん。奴らあそこから中へ入るつもりや。マルベイニ、俺たちがシンを止める。だからこんなことはやめてくれ。言っていることがシン滅裂だ。今ならば奴らを消し去ることができる。私はお前のすべきことをしているだろう。俺のすべきことはシンたちを消し去ることじゃない、止めることだ。話し合いに応じるとでも思っているのか。ああ思ってるさ。シンから聞いたよ。500年前に何があったのか。シンをああさせたのはあんたじゃないのか。私は神の言葉を代弁しただ。ならその神にも会って聞いてきてやる。俺たちのことを、ホムラと光のことを。それは私の役目だ。ではない。また精霊を動かしやがった。すげえ。シンたちは
世界時に入った。まだムービー続くな。起動させる。それまでの間、やつらを上に行かせないようここを守り通せば僕らの勝ちだ。そうか、なら気張るかね。ということはあいつらとも戦う感じなのかな。塔を破壊したが、それでも結界が破られることはない。光の渦が。せいか、洞窟塔の一本が。慌てるな、影響範囲がわずかに狭まっただけだ。もう近くまで来ている。総兵隊を前方に集中。ハムシどもを叩き落とせ。神のもとへ何人たりとも。え？スペルビアのアルスだ。おお、ここで終わりか。ムービーやけに長いと思ったら、そういうことか。第9話、雨。いよいよマルベインの過去を掘り下げる感じになってんのかな。戦が終わった後か。なんだかんだ人間に親切にしてるから、うん、この時はなんかあれだね、世界の全てを憎んでる感じには見えないな。赤ちゃんの泣き声が。あれ？なんか見たことあるな、あれ。おい、まさかその子って。いや、そういうわけじゃない。わあ、赤ちゃんの泣き声よりもでかい。その子ってもしかして、もしかしなくてもそうなんじゃない。レックスなんじゃないか。いや、そこまで。ん？これがあなたの望んだ世界なのか。神の望んだ世界。ちょっと待って、その小さい子がレックスなのであれば、この映像はつい最近の話になるな。15年か。あ、危ないもん。あとちょっと進んでたら巻き込まれてたもん。
どこから？スペルビアだって、そんなバカな。さあ、地熱が高まってるが、ご無事ですか？何が起きたんです？たった今アルスの胸部から膨大なエネルギーが放出されました。電力の低下はその成果と。陛下、回遊軌道を逸れたアルスの現在位置が判明しました。どこです？外。俺は世界中、またスペルビア。見てない？これ以上エネルギーが放出されたらスペルビアは。なんでスペルビアは攻撃をし始めたんだ？寿命は末期と言われておる。これ以上体内のエーテルエネルギーを放出したら死ぬんか。どうなるの？関節が二重を支えきれなくなって崩壊する。うえー、ほマジかよ。今度は何？インビディアのアルス。インビディア。まるでデニム、各国のアルスまでもその支配下に置いたのか。女王陛下、これは世界中、スペルビアにアーケディア。外では何が起きているの？マルベーニが操ってることはやっぱ知らないみたいだな。ナイスキャッチ。なんてやつだ。全てのアルスをここに呼び寄せるつもりか。義経、ベンケ、サタ、行け。行って神たちを守れ。行けって何を急に。万が一ってこともある。アーケディアはどうするんだよ。やつら世界中のアルスを。俺が何とかする。何とかって、一人でですか？無理ですよ。大丈夫、こいつはもともと俺が組み上げたんだぜ。全てをこっちでコントロールできる。それに心強い味方もいるしな。サタ、頼む、俺の代わりに。わかりました。ベンケ。ジ。ベンケ。愛してるぜ。キザっぽさはあるな。ショック悪いんだよサタ。後でぶっ飛ばしてやるから。くたばんじゃないよ。素直じゃないね。それも悪くないね。おお、懐の大きい男ですなサタ君。
いいっちゃいいけど、多分あいつらあの二人と戦うことになるんだろうな。戦艦の形が変わって、てかまだムービーあるんだいつ俺操作できんだ。今作やばいね。うー、ちょっと待って、ロボットになった。若干なんかフェイスに似てなくもない？まるでアルスじゃ。若干前作のフェイスに似てなくもないな。あのムムカが乗ってたやつ。行くぜ、クソ坊主。突撃するつもりか、あいつ無謀すぎんだろ。マッハパーンチ。まあ、効かんやろ。逃げた方がいいよ。始めよったな。今のうちや、シンたちを追うで。でも、アルスが。レックス、今の私たちにできることをするんだ。メレフ。大丈夫。陛下は私の弟だ。分かった。シンたちを追いかけろ。シンとメツを追いかけて世界中を登ろう。まだイベントがあるっぽいんだよね。わあ。お前邪魔なんですけどお前邪魔なんですけど。かっこいい。あ、ちょっとなんかかっこよくない？うん、ビームをかわしてるだけだな。攻撃全く当てれてない感じ。というか多分あのアーケディアのアラスの周りになんか結界が張られてるんだろうな。多分それで攻撃当たらないんだろうな。うお、ちょっと怖っ。インビディアとスペルビアが、これどういう光景だよ。まあ、ただーん。おお。邪魔だ。黙ってろ。なんかこういう巨大なやつ、巨大なやつとのやつ同士の戦いっていうのは結構熱いね。熱いっていうか興奮するね。やっぱロボットとドラゴンは興奮する何かを持って。ちょっと待って、今スペルビア攻撃してなかったか、やばくないか。ネベル大丈夫か。陛下大丈夫です。それよりコート全体に避難感覚を。私のものも含め全ての軍船を使っても構いません。一人でも多くの避難を。まずは陛下が。私のことはいい、急ぎなさい。残念ですがスペルビアはもう持たない。陛下さあ。はっ。姉さん、もしそこにいるのなら頼みます。スペルビア、この世界の未来を。聖火は敵の姿が失われし、いい技術が面白いものを見せてくれる。驚いたか、
しぶといんだよ、俺たちは。ヒーラの残党か。あの男同様、マンイーターとして生き延びていたとはな。ならば。さあ、何の成果好きだ。残念だったな。俺には聞かないぜ。なんせこの俺はあんたと同じだからな。何？俺はブレイドイーターだ。え？人間なの？ブレイドイーターの技術は我がアケディアでなければ。その通りだ。だがあんただけじゃなかったはずだ。あんたは自分にコアクリスタルを移植する前に何をした？まさかあの祭壇でやってたのは、ん？そういうわけじゃないのか。まさかあの時の難民の生き残りとでも言うのか。だが、あの者たちはすべて処分したってか。死ねない、死ぬわけにいかない奴がいたんだよ。どうしてもな。そう、ちょっと怖っ。避難すらさせてねえってか。相変わらずだな、マルベイニー。避難させてねえってひでえな。まあ今度はなんだ。あいつなんだっけ、ルクスリア。親父、ルクスリアまで。なんで、サイカ。あかん、うちの言葉もう届いていいよ。くそ、何考えとんだよ。あの方は滅より先にアルストを壊滅させる機会だ。焦りだな。焦り、天の聖杯を得られなかったことへの焦り。あの男、天の聖杯を得て本当は何をするつもりだったのか。何とかしてアルス同士の戦いを止めさせないと。せやかて、あないな空中戦どないして止めさせろっちゅうね。あの光る柱だ。さっき柱が一本崩れた時、マルベーニの力が一瞬弱まった。つまりあの柱をぶっ壊せばアルスたちは解放されるってこと。多分ね。光、いける？狙うのは柱だけよね。ああ、あんなに動かれてちゃ狙いが定まらない。絶対に無理。そんな。そうだ、光ちゃん、もっと近寄ることができればなんとかなるかもしれません。本当、ホムラ。アーキディアに行けと。はい、シンと戦った時のことを思い出してください。あの時は周囲の物理法則を書き換えてシンのスピードに追いつくことができました。同じようにあの2体の戦いの中心で書き換えられれば。私たちから見れば
あの2体が止まっているも当然か。でもどうやってあそこまで。それだったら明暗があるもん。花、兄貴とひかりちゃんをぶら下げてあの上まで運べるかも。はい、二人だけだったらなんとかいけますもん。だそうだもん。なら頼む、みんなはシンを追って。せやけど。相談している時間なんてない。大丈夫、なんとかしてみせるさね。ええ、兄貴、花のロケットブースターは使える時間が限られるもん。了解だ、ギリギリまで近づくぞ。操作しないといけないんかな。シューティングゲームは世界中の第7エアポートの先端からアーケディアのアルスに接近しよう。結構距離的に遠いな。